はい、皆さんこんにちは。今日はですね、キングダムラッシュというですね、タワーディフェンスのゲームをご紹介します。キングダムラッシュはですね、シリーズで、これは第2作目のフロンティアーズってやつですね。今第1作目から順に遊んで、1作目全クリしたんで、今2作目に来ました。最新作も出ています、オリジンズってやつ。はい、行きましょう。で、タワーディフェンスっていうのはもしかしたら初めてかもしれない方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、簡単にご説明しますとですね、この道に沿って敵がやってくるんですよ。で、その敵を迎撃するタワー、攻撃施設をうまく立ててって、そいつらを倒して、この上のラインをまで敵を越させないっていうゲームですね。あそこを越えさせちゃうとこっちの負けになります。早速やってみましょう。ですね、今画面右端の左端ですね、左端の道の方から、デザートサグがですね20体やってきます。なのでこいつらを迎撃します。というわけでですね、まず最初はここに、でタワーはですね、いろいろあるんですけれども、基本的には4つございます。弓、左上から行くとですね、弓矢ですね、弓矢で、次の右側が、兵士ですね、兵士、ブロックする兵士を置いてくれます。で、左下がメイジですね、あの魔法使いで、右下が爆弾、迫撃砲みたいな感じですね。これの迫撃砲を置きます。で、それの範囲がですね、これ辺なので、この範囲に敵が来たらですね、うまくこいつらでブロックしてもらって攻撃を食らわせるみたいな感じですね。行ってみましょうか。これでとりあえず行ってみましょう。で、ここをですね、もう一回タップすると敵が来ます。ドン。はい、で、ティップスとかもですね、ちゃんとこのゲームを教えてくれるんですね。ストラテジーベーシックス、バラックスはグッドフォー、バラックスだから兵士ですね。兵士、まあ、兵士じゃないんですけど、兵士は、敵をブロックするのにすごいいいと。ただし、ラッキーアタックパワーなんで攻撃力が結構足りないと。なので、そこで、ファイアパワーですね、それなりの火力のあるやつらでサポートしてあげるといいんじゃないですかみたいなことも教えてくれます。で、英語のアプリなんですけども、そんな難しい、なんですか、文法とか使われないので、単語をですねちょっと調べれば全然遊べます。はい、で、こんな感じで敵がやってきました。拡大もできますね。はい、で、このタワーの範囲内にですね、敵が入ると自動で攻撃してくれます。やばいですね。今この兵士たちでですね、こいつらの行く手を阻んで、その隙にこの迫撃砲で攻撃するっていう感じですね。これ結構最初はすごい使えるテクニックです。なので弓矢とかでピン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 打つのもいいんですけれども、まとめて兵士で足止めしてガツンと攻撃した方が、多分これ範囲攻撃なので、いっぺんに倒せます。弓矢はレイトは早いんですけども、単体攻撃なので、もしかすると対処しきれない時があります。で、こんな感じですね、一匹取り逃しちゃったんですけども、ここにヒーローってやつがいてですね、こいつを出撃させることもできます。あと、このこれですね、レインフォースメントなんで、援軍みたいの呼べるんですね、10秒に1回。なので、そいつらをうまく使うっていうのも手です。で、今度ですね、また右下の方からデザートサグが30体、デザートサグが30体来ますので、そいつらを迎撃しましょう。ここに、兵士ですね。兵士ってか、兵舎かな、基地ですね、バラックスとかなんで。で、ここにも迫撃砲を1個置いときましょう。これでだいぶいいんじゃないですかね。もともとなんか弓矢のやつも立ってましたね。これもうまく利用しましょう。で、このヒーローさんもちょっとこっちに来て、どんどん活躍してもらいましょうか。で、敵いっぱい来たっていう時はですね、こういうなんだ、レインオブファイヤーっていうのも用意されてて、上からですね、好きな位置に火の粉を落とすこともできます。ただですね、これすっごいクールタイムが長いので、1回使うと数十秒使えません。なので、ここぞっていう時にしか使えないです。やばい。やばい、ちょっと突破されすぎです。この辺にちょっとこれも置いといてもいいかな。まあもうこいつは過ぎちゃいます。で、多分ここにいるやつらはこれで対処できるはず。できなかったしかし援軍を使えば大丈夫でしょう。で、また新しい敵がやってきますので、どんどん対処していくっていう感じですね。で、敵を倒すですね、お金を手に入れられて、そのお金を使ってまた新しいタワーを建てていくっていう感じですね。はい、結構忙しいゲームなんですけども、やっぱタワーディフェンス、この忙しさが醍醐味の一つでもありますからね。ちょっとこの辺で一回ブロックしてもらって、ここ
にも、あ、置かない、お金が足りない、結構来てる。しかし援軍をちょっと呼んで、その間に倒してもらいの、一人逃した。ここでこれをまた立てると。よし。で、ここに弓矢が1個あるんで、多分こぼしても倒せるんじゃないですかね。本当はもうちょっとこの交差するところで敵を止めて、いっぺんにガンと、あの迫撃砲とかで攻撃するのが効率いいんですけれども、まあ、ちょっと今ですね、あの話しながらやってたらですね、ちょっとできなくなりました言い訳で、多分これはもう大丈夫かな。よし。そしたらこっちに、こっちから来る敵をどんどん排除しないと。ここにも1人立てようかな。すごいもったいないんですけど。で、兵士を置く位置とか自由に調整できます。で、どんどんですね、右下から狼がやってきますね。で、この敵にもですね、特性があって、例えばこいつなんかはですね、移動速度がすごい速いとかですね、特徴があります。あと物理攻撃に強いやつとかですね、だからそういうやつは魔法で攻撃しないといけないとか、逆に魔法攻撃に強いから物理で攻撃しないといけないとかですね、敵もいろんな種類が出てきまして、またそれに応じたタワーも用意されているので、まあ、そいつらに合わせてうまくタワーを建てていくっていうゲームですね、タワーディフェンスは。で、いろんなタワーディフェンスのゲームあるんですけども、このキングダムラッシュシリーズはですね、 iPhone だとかなりメジャーで、かつオーソドックスというか王道のタワーディフェンスになっています。なので、タワーディフェンスやったことない人でもですね、初めて見るのに最適なゲームですね。で、この辺でちょっと明治立てておきましょうか。こいつが多分あのちょっとですね、アーマーを持っていて物理耐性がちょっとあるんですよね。なので、ここでまあ魔法を1個立てといて、まあ体力減らしとこうっていう感じですかね。この辺に来た時にこいつらでもすぐ倒せるように、で、ちょっとこの魔法のやつをアップグレードしまして、こいつもアップグレード。やばいぞ。ちょっと援軍倒せるかな。倒せなかったらやばいぞ。どうだ、いけるか。ギリ、あ、ギリじゃないこれ。よっしゃ、ほんとギリでしたね。ほんとギリだねこれ。よし、倒した。なので、ここ魔法のやつもうちょっと増やした方がいいですね。ここに増やしておきましょうか。で、この辺は適当に足止めする。こいつらがね、ちょっとあのアーマー持ってるんですよね。このデザートサーガーは持ってないけど、デューンレイダーが物理耐性がちょっとあるから魔法の方が効きます。で、すーげー敵いっぱい来てますけども、ここにもう一個置くか。よし。そうすれば多分大丈夫でしょう。ほい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 。で、集まってるとこを迫撃砲でドーンとやってほしいんだけど、こっちの方が先に敵進んでるから先にこっち攻撃しちゃうんですね。その、より危ない方を攻撃しますので、ここ攻撃しろよっていう時に別の時攻撃しちゃうこともあるんですけども、それもまあうまく計算していく必要があります。はい。で、またティップス出ました。コマンドユアトループスですね。あの兵士の位置を動かせますよっていう感じです。で、いっぱい狼来ましたね。サンドハウンド、フォックスハウンド、まあ、こいつらはスピードが速いので、まあ、取り逃がしちゃうことがあるんですけども、ちゃんと止めてあげて攻撃すればすぐに倒せます。すげえくんな。ただ大丈夫でしょ、多分大丈夫だよね。よし、 OK。 そしたらお金もすごい溜まってるんで、結構アップグレードしていきましょうかね。で、右下からデューンレイダーとデザートサーグで、左からサンドハウンド40体来ますね。なので、ここをちょっとグレードアップしましょう。ここもグレードアップで、こっちに右側に魔法の施設を置きたかったですね。どうしようかな。でもやめとくか。ここをアップグレードして、これで耐える。いけ取り逃がしても、この上の方で魔法のユニットあるんで、そっちで倒してもらいましょう。ほい。こいつらがね、ちょっと物理耐性あるんです。多分左側の狼みたいなやつらはほっといても大丈夫でしょう。よりこっちに注意を払わないとやばいかな。ちょっと拡大します。
すげえ来んなマジで。ちょっと待って待って、はい、部分部分見るのも大切なんですけど、結構全体見てないとやばくなるので、はい、結構忙しいゲームが苦手な人はちょっとタワーディフェンスはあんま面白くないかもしれないんですけども、ハマればですねガチで面白いです。で、ウェーブに分かれていてですね、今8ウェーブまでになったので、これを耐えればクリアですね、このステージは。で、耐えたんじゃないかな、 OK クリア。はい、で、敵がですねいっぱい来て、20体まであのラインを通過されちゃうと完全にゲームオーバーですね。で、まあ、星があって3体、2体までだったら入れてもパーフェクトクリアになります。で、それより下だと、星2つですね。で、それよりも下になっちゃうと星1つみたいな感じになっています。はい、でこちらですね、有料ゲームなんですけれども、まあ、言ってもね数百円なんですよ。1000円いかないです。しかも全部500円より下なんで300円とか、タワーディフェンス好きな方はですね、ぜひ遊んでみてほしいです。300円ちょっと取っておいて、缶ジュース飲まないとか、ジャンプ買わないとか、あと魔法石とかオーブ買わないとかしてみてです、ちょっとこのゲーム遊んでみてほしいですね。で、ステージはですねめちゃくちゃあります。で、一つのステージでもですね、これはノーマルステージなんですけども、ここタップするとですね、いくらか制限のついたやり込みモードになってるんですね。チャレンジルールズレベル1マックスでヒーローを使えません。あと、すごい大量に敵が来たり強い敵が来るのが6ウェーブです。で、ライフは1しかありませんっていう感じで、完全に防ぎ切らないとダメで、こっちはですね、もっと難しいアイアンチャレンジっていうやつで、アーチャーも使えないし魔法使いも使えない。だから、兵士と迫撃砲だけで、ワンスーパーウェーブですね、すっげー敵が来るんでそいつらを防ぐっていうゲームです。あ、ゲームっていうかルールですね。で、それぞれのステージに3つありますので、かなりやりごたえがあります。はい、で、まあキングダムラッシュシリーズと申し上げましたが、このアプリですね結構シリーズ化で、今やってたのはこのフロンティアーズってやつですね。左下にあるこういうやつで、右上にあるキングダムラッシュっていうのが1作目です。これなんかフラッシュにあったのかな、もともと確かそんな気がします。違ったらごめんなさい。で、これは全クリしました。で、今フロンティアーズをご紹介しました。で、そのフロンティアーズの横にあるオリジンズっていうのが、最新作ですね。キングダムラッシュオリジンズ、これだけ多分ちょっと高いのかな、300円より高いかもしれない。ただ、キングダムラッシュ第1作ですね、右上のあれが100円で、その左下っていうかすごい左下のキングダムラッシュフロンティアーズが確か300円かな。で、キングダムラッシュ100円の方なんですけれども、とても100円とは思えないクオリティで、すっげー遊べますので、で、全クリしたらですねまた新しいステージポコポコ出てきますし、はい、かなり遊べますので、ちょっとタワーディフェンス興味を持たれた方はですねぜひ遊んでみてください。最近ちょっと僕ですね、オリジンズの最新作が出たこともあって、前作前々作とですねまた遊んでおります。キングダムラッシュとか多分第1作2年前とか3年前とかに出たんじゃないですかね。その時もすごいハマってやりましたけども、で、それでまた全クリしましたので、今度フロンティアーズやってますね。フロンティアーズはクリアしてなかったので、今ちょっとちょこちょこやり始めています。なのでオリジンズ最新作をできるのはですね多分数週間後とかなんですかね。ただ非常にやりごたえのあるゲームなので、かなり遊べるんじゃないかなと思っております。というわけでですね、まあ、あんまなんか全ての人に受け入れられるゲームじゃないんですけども、タワーディフェンスすごい好きなゲームなので、ちょっと皆様にご紹介しました。気になった方はぜひ遊んでみてください。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。